上腕二頭筋トレーニングを行っている人は多いですが、インターネット上で推奨されているトレーニング法が筋肥大にとって非効率的だったり、最新の科学的なデータを見ると、上腕二頭筋にとって代表的な鍛え方が、実は筋肉の成長にとってあまり良くなかったりします。この動画では科学的な根拠をもとに、上腕二頭筋の正しい鍛え方、最強種目を紹介します。上腕二頭筋は長頭と短頭の2つで構成されています。外側にあるのが長頭で、内側にあるのが短頭です。この筋肉の最も大きな役割は肘関節の屈曲であり、肘を曲げる運動でこの筋肉は強く働きます。長頭と短頭の2つはこの運動で関わりますが、実は肘関節だけではなく、この筋肉は前腕と肩関節を横切ります。特に長頭は主にフロントレイズのような肩関節の屈曲、短頭は手首の開外によっても収縮します。上腕二頭筋の解剖学的な知識としては、肘関節がメインだけど長頭は肩関節、短頭は手首関節に関わっているということが重要です。ここからは科学的な根拠をもとに上腕二頭筋の鍛え方について紹介します。上腕二頭筋の鍛え方について特に注意してほしいのは、上腕二頭筋のピークです。上腕二頭筋にはピークといって、山のように盛り上がっている言葉を指す言葉があります。インターネットで上腕二頭筋ピークと調べるとかなりの量の鍛え方がヒットすると思いますが、注意が必要です。フィットネスの世界的な権威であるブラッド・シェンフェルト博士も話すように、上腕二頭筋は遺伝的な要因が非常に強い部位であり、フィットネスの研究者であるメノ・ヘンゼルマンズ博士もピークなどを気にするのは現実的ではないと話します。例えばアーノルド・シュワルツネッガーは素晴らしい上腕二頭筋のピークがありますが、セルヒオ・オリバのピークは彼ほどあるわけではありません。これは上腕の長さに秘密があります。肩幅が狭い人は大胸筋の厚みが構築しやすいように、上腕が比較的短い人はピークが非常に構築しやすい傾向にあります。そのため上腕二頭筋のピークがかなりあるボディービルダーがピークの作り方を解説していても、単純にそれは彼らがピークを構築しやすい遺伝子であるだけという可能性も非常に高いです。そのトレーニングを完全に真似してもあなたも同じようにピークができるわけではないということに注意しなければいけません。基本的にはトレーニーの 99% は上腕二頭筋のピーク狙いなどではなく、上腕二頭筋自体のサイズを増やした方がピークも作りやすいですし、腕の外見的にも効果的です。上腕二頭筋が成長しない、ほとんどはこれが原因と言っても過言ではありません。近年のトレーニングに関する膨大な科学的データは、筋肉が伸びている位置で負荷をかけることが筋肉の成長にとって非常に重要であることを示しています。例えば今もかなり多くの人がやっていますが、負荷を抜かない鍛え方、カール中に肘を完全に伸ばすと負荷がなくなるから、あえて中途半端な位置で止めておくこと。これは最悪の鍛え方です。実は筋肉に最も負荷がかかっているのは筋肉が伸びているポジション。そのため必ず肘は伸ばしきり、上腕二頭筋も伸ばした方がはるかに成長しやすくなります。そしてもう一つはストレッチポジションで負荷のかからない種目をやること。メノ・ヘンゼルマンズ博士は上腕二頭筋のカールトレーニングについて次のように解説しています。So if you're doing dumbbell curls or barbell curls, then you're not training the biceps basically at all in the bottom position, in the fully stretched position, because
gravity is pulling straight down along with the arm. So you have a 90 degree flexion, you have maximum resistance. You're mainly training that full contraction, that squeeze gives you a nice pump and burn and everything. But actually, in terms of muscular tension on the bicep brachii, you're getting a lot more if you're training them in a stressed position. 上腕二頭筋が働く肘関節の屈曲は円運動であり、ストレッチを入れるためには肘を伸ばした時に腕に対して横向きに力がかかっていないといけません。にもかかわらず、フリーウェイトはストレッチが欲しい時にこの負荷がありません。腕が下向きになっている時、重力は下向きにしかかからないため、上腕二頭筋の緊張はゼロであり、収縮ポジションで負荷は最大になります。筋肉の成長にとっては上腕二頭筋が伸びている位置で負荷をかけた方が間違いなく成長しやすくなります。2021年の研究では上腕二頭筋の成長についてあることが示されました。この調査では一般的なフリーウェイトカールをする被験者とインクラインカール、プリチャーカール、フリーウェイトカールという様々なカールを行う被験者で調査を行った結果、3種類のカールを行っていた被験者の方が一般的なフリーウェイトカールのみよりも上腕二頭筋が成長していることを発見しました。フリーウェイトのカールとプリチャーカールではストレッチポジションでの負荷に大きな違いがありますが、近年の科学的な研究はある程度のバリエーションでトレーニングを行った方が筋肉が成長する可能性が高いことを示しています。2009年の筋電図分析ではダンベルカールの肩の位置に注目しました。結果として一般的な腕が体の横にある場合のカールは長頭と短頭をバランスよく鍛え、インクラインダンベルカールのように腕が後ろにある場合は長頭、そして腕が体の前にあるダンベルプリチャーカールは短頭が強調されることが分かりました。これは長頭のみ肩関節の屈曲に関係することから、解剖学的にプリチャーカールのように腕を前に出すと長頭が収縮した状態でのカールとなるため、長頭が活性化されず短頭が強く働くということです。腕が体の横にあるカールをたくさんやれば両方とも強く活性化されますが、様々な角度でトレーニングするとより筋肉の成長が促進される可能性があります。腕が体の横にあるカール、最強はケーブルカールです。上腕二頭筋のトレーニングとしてはフリーウェイトカールではスタートポジションで上腕二頭筋に負荷が全くありませんが、ケーブルを使うことでスタートポジションで横方向の力がかかるためストレッチがかかります。ポイントとしてはまずはケーブルから1メートル程度離れます。これはスタートポジションでウェイトプレートが接触して負荷がなくなってしまうのを防ぐためです。そして腕を体の横に固定させて腕が後ろに引っ張られないようにします。理由としては上腕二頭筋には横方向の力がかかる必要があるため、後ろに引っ張られるとケーブルの負荷と腕が一直線になります。これによりフリーウェイトカールと同じ強度曲線になりストレッチが消えます。スタートでは横方向の力が必要ですが、フィニッシュ付近では下から上の力が必要であるため、腕の真横にケーブルを設定するのではなく、斜め下くらいに設定するのがおすすめです。ケーブルにグリップをつけて手のひらを上にしながら引っ張りましょう。先ほど紹介した2009年の研究では、腕を前に出すことで短頭が強く働いたことを示していますが、一般的なフリーウェイトのプリチャーカールは筋肉の成長にとってあまり理想的ではないことを示しています。これはプリチャーカールはストレッチはかかっても肘を曲げていくにつれて物理的な負荷はどんどん弱くなり、バーが肘の真上に来た段階でゼロになります。そのためストレッチはかかりますが、可動域が一般的なカールよりも非常に狭く、理想的な上腕二頭筋トレーニングとは言えない可能性がありますが、
マシンを使うことで可動域全体で上腕二頭筋に負荷を入れることができます。ただしうまくやればマシンのプリチャーカールは非常に優れた種目ですが、大きな問題点があります。それは可動域の固定化です。実際にプリチャーカールマシンをやってみると分かりますが、あまりストレッチを感じられないという人が多いと思います。これはマシンの性質のせいです。マシントレーニングというのはウエイトプレートが持ち上がることで負荷がかかり、下に降りて接触することで負荷がなくなります。つまり可動域が固定されていて、プリチャーカールマシンの場合はだいたい肘が180度に開いた時にはウエイトプレートが接触していて負荷がなくなってしまっているというのが多いです。これを改善させるためにおすすめとしては、腕の下にパッドか何かを敷いて高さを出すと肘が完全に開いているストレッチポジションでも上腕二頭筋に負荷がかかります。プリチャーカールマシンを試してみてストレッチを感じられないという人はぜひ試してみてください。腕を体の後ろにすると長頭が伸ばされ筋活動がより高くなります。ただしダンベルのインクラインカールも一般的なカールと同様にストレッチがないため、上腕二頭筋の成長にとって最適ではありません。そのためこれもケーブルを使うとストレッチポジションで負荷をかけることができます。理論的にはインクラインのケーブルカールは上腕二頭筋にとって最強の種目です。理由としては、腕を後ろに下げることによって上腕二頭筋の長頭、そして肘を伸ばすことで短頭もストレッチするため、上腕二頭筋の全体が紹介した種目の中で最もストレッチするためです。レッグカールマシンについての研究では、座った状態のレッグカールの方が寝転んだ状態のレッグカールよりもハムストリングスの筋活動が高いことが分かっています。これは座ることで股関節が屈曲し、ハムストリングスが寝た状態のものよりも伸ばされるためです。そして上腕三頭筋でもオーバーヘッドでやることで筋肉が最大限ストレッチし、上腕三頭筋全体の活動が高まったというデータがいくつか存在しています。そのためケーブルカールやプリチャーカールよりも上腕二頭筋が強くストレッチされているため、筋肉が成長しやすい可能性があります。ベンチ角度を45から60度程度に設定して、必ずスタートで上腕二頭筋のストレッチを感じましょう。注意点としては、腕が後ろに出ることからストレッチポジションでケーブルと腕が一直線になって上腕二頭筋のストレッチがなくなってしまうパターンがかなり多いです。必ずスタートポジションでは直線ではなく角度がついていることが重要です。上腕二頭筋は高重量を振り回すのではなく、コントロールできる重量でトレーニングするのがおすすめです。特に高重量でカールをするボディービルダーの影響で、チートを使ったり可動域を狭くしてトレーニングしている人がかなり多いですが、スポーツサイエンティストのマイク・イズラテル博士が話すように、カールではウェイトを落として軽い重量でストレッチと広い可動域を求めた方がはるかに成長しやすくなります。効率的なトレーニングをするならエゴは捨てて軽い重量で丁寧に行いましょう。上腕二頭筋のトレーニングではケーブルカール、マシンプリチャーカール、インクラインケーブルカールの3つを連続して行うのがおすすめです。ただし現代の科学的なデータを見ると、上腕二頭筋の肩関節の役割は理論的には納得できますが、議論の余地があります。つまり長頭は肩関節の屈曲にも関わりますが、実際そこまで重要ではなく、単純に安定させる役割程度の可能性もあるため、長頭が欲しいからインクラインケーブルカールを多めにやるなどはそこまで意味がない可能性もあります。ただしバリエーションによって筋肉の成長が促進される可能性があることは非常に信頼性の高いレビューに示されているため、1種目よりも 2,3 種目と複数の種目をやるのがおすすめです。最もおすすめなのはケーブルカール、
正直なところをこの種目だけやっていれば上腕二頭筋のトレーニングとしては90点くらいはあります。あとはジムの設備的にも厳しかったり、ストレッチを感じることがなかなかできないという人は、マシンのプリチャーカールはせず、インクラインと普通のケーブルカールだけでも OK です。この2つだけでも上腕二頭筋の長頭だけが発達したとか、筋肉の不均衡が出る可能性も低いでしょう。科学的なデータから、高頻度で鍛えた方が筋肉が成長する可能性が高いということが示されているため、効率的に成長させたい場合は腕の日などを作るのではなく、ジムに行くたび、筋トレをするたびに上腕二頭筋を鍛えた方が成長しやすくなります。セット数としては上腕二頭筋は10から15セットを推奨しています。コンパウンドとアイソレーション種目についてのレビューでは、どちらも腕の筋肉には同様に効果的であるということが示されています。もちろんこれは全ての種目に共通するというものではなく、ラットプルダウンとダンベルカールが同じという感じですが、上腕二頭筋は背中トレーニングでも強く活性化されているということは間違いありません。何度も言いますが、ストレッチと収縮、これが重要で、なかなか成長しない人とどんどん成長する人を分けると言っても過言ではありません。軽い重量でもいいので、この2つを意識した方が、高重量を振り回している人、ストレッチをなくしている人よりも間違いなく成長します。